どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リクエスト動画になります。こちらやってみました。猫っけの方でも簡単にボリュームがアップできるヘアアレンジ方法になります。特に毛先の部分だったりとかってすごい出しづらいとか、まあトップの部分もそうなんですけど、それを簡単にこれだったら絶対にボリューム出るやろっていう方法で今日はやっておりますので、これからの季節、まあ卒業式だったりとか、まあパーティーだったりとか、まあいろいろ自分でやらないとダメな時にかなり使える方法になるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。サイドの髪の毛を初めに留めておきます。残りの髪の毛をブラシでしっかりと溶かして後ろでまとめていきます。後頭部下でまとめた髪の毛を少し上に持ち上げると、ここにボリュームが出てきます。ボリュームが出てきたところを少しだけ広げます。ゴムで結んでいきます。こんな感じで少しボリュームが出てる状態です。サイドの髪の毛を少し後ろに引っ張りながら軽くだけねじります。半分ぐらいまでねじったんですけど、そこから3ミリ束ぐらいでランダムに広げていきます。後ろのゴムのところに巻きつけて、毛先を内側に持ってきてゴムでその上から結んでいきます。毛先をコテで巻いていきます。このぐらいの毛束を取ってコテを内巻きでも外巻きでもランダムに入れて巻いていきます。横に持ってきてコテで巻いてください。中側ですねの髪の毛の毛束を取って毛先を少しだけつまんで逆毛を立てるイメージで広げていきます。すると髪の毛にボリュームが出てきます。でこれをやる時の注意点なんですけど、あまりきつくグッとやりすぎるとダメージの原因になるので、優しく広げるようなイメージでやっていってください。スプレーをかけていきます。内側の髪の毛から下から上に向かってスプレーをかけて固めていきます。表面にあまりつけないのがポイントです。内側につけ終わったら最後に表面をつけていきます。最後にヘアカフスですねをゴムの部分につけて完成です。こんな感じで仕上がりました。猫っ毛の方でも簡単にボリュームがアップできる方法になります。よかったら参考にしてみてください。
Thank you.